ウイグルのラグマンラグマンは、中央アジア全域で広く食べられている手延べ麺である。ウイグル語では、ランマン、中国語では、へしゃげ上司もしくは半麺、ドンガン語では、小麦粉に塩水を加えて、十分にこね、しばらく寝かせた後に再びこねて、粘りが出た状態で両手で引き伸ばして作る。通常乾水などは加えず、塩加減は夏に多め、冬に少なめにする。 茹でる際には差し水をし、茹で上がった後で水で締めて腰を出す。通常はこの麺を茹で、牛のスープにトマトペーストを加えた汁で煮た、洋肉、野菜、唐辛子などの具をかけ、食前に混ぜて食べる。この食べ方は、中国語では、半麺と呼ぶ、混ぜ麺の形式である。焼きうどんのように焼いたものをボソラグマンといい、スープのない具だけのものをギュロラグマンという。 具のスープは、サイコロ台に切った赤ピーマン、玉ねぎ、人参、セロリ、肉と、細切りした唐辛子を鍋で炒め火を通す。その後水を加え1時間から2時間くらいじっくりと煮る。肉の油が出るのでアクを取りつつ煮立ったら、ホールトマトを適量を入れ塩と胡椒で味を整える。火を止めたら仕上げに、ディルやコリアンダーなどの香草を入れて完成。なお、この具とスープはご飯にのせると、 中央アジア風牛丼の岩飯になる。カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、東トルキスタンなど中央アジアに広く分布する。中国ではほぼ西安異性で普通に見られる。西安市内ではウィックル族、海賊などが出す店で食べることができる。上海や北京などの大都市でも海賊の集まる地区では食べることができる。 ありがとうございます。